じゃあなぜですね、こうしたアメリカンコーティスを始めまして、多くの国がダイバーシティに取り組んでいるのかと言いますと、まあ、日本で言いますとね、エコノミーもそうなんですけども、単純に流行りだからとか、あるいはなんとなく聞こえがいいからということでやってる会社が多いんですけども、実はアメリカになりますと少し事情が違います。アメリカはですね、今から2年前、2008年にベビーブーマー、日本でいうところの大学院世代が退職を始めまして、どん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 良い人材を失っていってるんですね。その中で少しでも良い人材を確保しようと思ったら、もうこれは LGBT、女性、高齢者、障害者、それ全く関係なく、とにかくそういう人たちが働きやすい環境を作っていかなければいけないということに非常に深刻に取り組んでいます。ですからよく日本ではですね、女性登用とか問題になりますと、女性が働きやすい環境を作る、あるいは障害者のことが話題になりますと、障害者が働きやすい環境を作りと、そこにフォーカスされますけれども、アメリカの場合はものすごい、宮根さんおっしゃった多様性、もう女性だからとか LGBT だからとかなくて、要は万人に働きやすい環境であれば、それは当然ゲイも働きやすいし、女性にも働きやすい。ということでですね、非常にアメリカの企業なんかヒアリングしてますと、まだまだ日本のダイバーシティとは、レベルが違うと、いうことを痛感させられます。そうか、すいません、まとめていただけると。はい、でですね、まあ、じゃあ日本はどうなのかと言いますと、暗いニュースばかりではなくてですね、例えば今回のイベントで取り上げましたソフトバンクモバイルさん、これは月曜日から水曜日が行われましたホットラインの運営、それから開設に全面的に協力してくださったわけなんですけども、アメリカなんかは LGBT 先進国ですから、そういうことをする必要ができても全く不思議ではないんですけども、このように日本の企業がセクシュアルマイノリティのイベントに共感するということはですね、その企業のバロメーター、ダイバーシティの取り組みのバロメーターになると思うんですね。ですから今回当事者の方もいっぱいいらっしゃると思うんですけども、まあ、アメリカは事情が違う、国柄が違うからということがありますけども、実はなぜアメリカでこのように LGBT が進んでいるのかというと、そういった企業が現れたときに、当事者自身もその声をダイレクトに企業に投げてですね、LGBT をサポートしているあなたの企業のものを買います、こうした取り組みに賛同していますというようなことをですね、企業にも議論をしないと、企業は本当にこれでいいのかなと不安になってしまいますから、ですから、ここにいらっしゃる方もぜひ、またそういったソフトバンクモバイルさんのような、こういったイベントに協賛する企業を見かけたら、ぜひ、今、ツイッターでもミクシーでも何でもありますからね、実際に会えなくても、ウェブで、例えば、ソフトバンクの社長の孫さんにツイッターを投げるとか、そういう方法というのは、いくらでもありますから、そういった形をして企業にダイレクトに声を届けていくということが大切だと思います。で、最後にまとめなんですけどね、こうやって考えてきますと、ゲイビジネス、あるいはゲイマーケティングというのは、単純に、そのゲイマーケティングが終わるものではなくて、今後の事業展開ですとか、あるいは人材争奪、そういったことにも密接に関係してくる重要な経営戦略の一つなので、まあ、そういった、意味でもですね、単純にゲイのためだけにというわけではなくて、もっと包括的に企業さんには、ゲイマーケティングに取り組んでいただきたいなと思います。非常に具体的な話を交えて、実際企業から何がスタートできるかという、そういうご提案をいただいたような気がいたします。で、すみません、だいぶ知っているんですけれども、この後ですね、まあ、ディスカッションを、まあ、少ししか時間がないのでもします。で、皆さんにご質問用紙をご記入を、お願いいたします。で、本当はまあ休憩を入れたいところなんですが、あと、20分ぐらいなので、我慢いただきまして、スタッフが質問者を集めて回るということになっています。はい、ありがとうございます。後ろからスタッフがですね、質問用紙を、回収したいと思いますので、入り口で白い紙を、渡したと思いますが、そちらの白い紙にですね、何かこれからのパネルディスカッションに向けまして、ご質問などご提案でも結構ですけれどもありましたら、書いていただければと思います。後ろからスタッフが、回りますので、ぜひ、ご記入をお願いします。でこの時間を利用しましてですね、今ご通してますけれども今週の月曜日17日から18、19と3日間、福島みずほ大臣も初日は迎えまして、電話相談を、やりました、ホットラインを行いました、この様子がですね今 TBS のラジオ6時50分台の、30分後の、ニュースでですね流
れたところを今、ちょっと見ていただこうと思ってるんですが、もう一回そうしましたら僕が黙って見た方がいいですね。ちょっと音量アップしていただいて、性同一性障害や同性愛などの性的少数者、いわゆるセクシャルマイノリティに関する悩みについて、政府が講演して行う初の電話相談会が今日から開かれています。内閣府や法務省が講演し行われているもので、福島担当大臣の電話相談を行いました。セクシャルマイノリティは国内に600万人以上いると言われ、主催者は悩みを抱える子どもも多く、ぜひ気軽に相談してほしいとしています。ありがとうございました。拍手を、はい、こちらの質問用紙、後ろからスタッフが回収をさせていただきたいと思います。本当にホットラインをですね、もう一回見ますか。質問用紙もちょっと書いたので取りに来てください。人は手を挙げたりして、手を挙げたりして集めてあげてください。どうぞ質問用紙、スタッフが集めてますので、スタッフまでお願いします。本当にこの、ホットラインですね、非常にもう5台の電話、ソフトバンクさんからお借りしました5台の iPhone がですね、鳴りっぱなしでして、6時から、10時まで行ったんですけども、みんなヘトヘトになりながらですね、途中チョコレートなんかを食べながら、栄養分を補給しながらやったぐらいでして、ですね、数字が出ておりますが、17日の初日は41本、そして、2日目は34本、そして最終日の、19日はですね、同じく41本の、電話が鳴ったということです。ホットラインの記録、まだ途中なんですけれども、これはこの後、福島大臣の方にも直接手渡しをして、させていただきまして、正確に生かしていただければなというふうに思います。そろそろ2部にね、パネルディスカッションの方に入りたいと思いますので、質問用紙を書かれた方は、スタッフまでよろしくお願いいたします。おそらくこの後、ディスカッションというクロストークができる形ではないんですけども、ちょっとそれぞれ質問を向けたいと思います。で、皆さんからの質問もできるだけ多くは取り上げたいんですが、本当にすいません、時間があまりこう、設けられてなくて、ちょっと1人2人ぐらいからしか取り上げられないかもしれません。で、皆さんのご質問がまた来年をこのイベントを開催したり、またシンポジウムを開催するときに非常に重要なご意見ご質問になると思いますので、もし今回呼ばれなくても、次回へのこうつながりになっているのだと思って、ご感じくださいというふうに申し上げたいと思います。はい、そしてですね、あともう一つ宣伝をさせてください。この後大体このシンポジウム、8時40分くらいをメドに終わらせていただきたいと思いますが、この近くにですね、ビアレストランで、交流会を開催したいと思います。一人で来て、孤立をしているという、当事者の方々もいらっしゃるかと思いますので、この後ぜひつながっていただきたいというふうに思いますので、この近くのビアレストラン歩いて2分くらいのところで、2ドリンク3000円ということでやっております。20人くらいの方がすでにメールで申し込まれておりますおるかと思いますけれども、まだ余裕がありますので、お帰りの際、入り口のところで、スタッフがですね、3000円の引き換えにチケットを、お渡しいたしますので、そこに地図なんかね書いてありますので、ぜひ当日まだ申し込んでないという方もぜひご参考いただければなというふうに思っております。大体50人くらいまでは入れるということですので、ぜひよろしくお願いします。はい、では後半に入ります。後半といってもすみません、あまり時間ないんですけれども、止めていただけますか。